女優、大友花恋、23、の冠ラジオ番組、大友花恋の花恋ラジオ、木曜午後5時、が、8日から音声コンテンツアプリ、AUD/OD、で配信される、AUD、は東京 FM など全国38の FM 局のオーディオコンテンツプラットフォームで、スマートフォンアプリとウェブでサービスを展開。同番組でパーソナリティを務める大友は、タイトルについて、花恋という名前は、花、と、恋、と書きます。昔から、花恋さ、と呼んでいただくこともあり、お気に入りの名前です。リスナーの皆さんとの距離をぐっと近づけるために、愛称を使ったラジオ名にしました、と明かした。自身の冠ラジオ番組は2017から20年にオンエアされた文化放送、クラスメイトは大友花恋以来3年ぶり。初回収録を終え、久しぶりでしたが、とても楽しかったです、と楽しんだ様子、自称、友達の少ない大友花恋が友達を増やすべく、魅力的な、私、を作る、をコンセプトに、人見知り。をしてしまい、現在連絡先を知っている友人は10人に満たないので、目指せ2桁、という気持ちで楽しみながら頑張ります、と気合十分だ。番組を盛り上げる企画も実施する、花恋図書館、では、TBSK、王様のブランチ、でブックコーナーを担当する読書家の大友が、おすすめの本を紹介、チャレンジャー大友、ではモノマネや楽器演奏、ラテアート、ギネスに挑戦し、新たな魅力の発掘を目指して素顔を深掘りする。大友はリスナーに向け、久しぶりにラジオで皆さんとお話しできることが楽しみです。前回のラジオを聞いてくださっていた皆さんも、今回初めてラジオを聞いてくださる皆さんも、このラジオを通して、ぜひ私と友達になってください、と呼びかけている。